こんにちは、久しぶりのね動画となります。梨の方もね落ち着きまして、ようやく念願だったねここ、まあ、コンクリをね打つことができました。完全にね土木作業ですでここね見ていただいたら分かるように、このハウスの入り口からこの道路までがね大体2メーターちょっとあります。でその出入りは今までこのアルミブリッジをね橋渡しにかけて、まあこの下にねブロックを積んだりして、まあ下がらないようにしたりしてから、ようやくねそのトラクターの出入りをしたりとか、まあ堆肥をね軽トラに積んで出入りをしてたんですけれども、とはいえねやっぱりね危険だったので、なんとかここねコンクリート打ちたいなというふうに思ってました。それがねようやく完成したという感じです。もともとやっぱりねここ人の土地というのもあるので、持ち主さんの許可もいりますし、まあ補助にコンクリート入れるわけなので、そういった中でね、なんとかねちゃんとね水も抜けるようにできましたし、これで安心して今後の作業ができるかなという感じです。